はい、えー、皆さんこんにちはにちは,はい、えー、よろしくお願いいたします、えー、2020年の合格目標合格講座労働基準法の第一回目です、えー、担当はレクセンニン講師とカバシマですよろしくお願いしますはいっていうあの自己紹介はこの第一回目のみとさせていただきますはい、えー、さそれでは授業に入っていきましょう。 おまあ、まずあの、お手元にはあこの、ね、労働基準法のテキストおが、ね、あると思います。はい、でこのテキスト結結構構分分厚厚いいいででしょうう、ねまあ、初めて、えー、学習される方なと、えー、思うと思思ままますすよねね、えー、ページあります、ね まあその後作品のページということですけど、はい、でこれをですねこの合格講座はですね全6回でこのテキストを片付けていくということになります。はい えー、まああの科目の最初はですねえー、私まあだいたいこういう話をしますけどえー、まずあの全体の進度の話をしようと思いますはいあ震、えー、度というのは進む度合いと書いてね進度です、えー、第一回目の授業この今日の授業では二十九ページまでが第一回目ですはい二十九ページまでが第一回、えー、そして第二回目は三十一ページからあつまりねスタートし えっとね、ちょっとページの途中まで、七十八ページの真ん中まで。はい、ええー、つまりおのずと第三回目は七十八ページの真ん中、四角の三。休業手当というところから始まることになります。三回目はここから、ああ、百十九ページまで。はい、第四回目は百二十ページ、第五節、時間外休日労働のところから始まる。 でまあ、これもページの途中っちゃ途中かな 100, 100年61ページ161ページの「四角の2」が始まる直前まで、はいえー、が4回目つまり5回目は161ページの「四角の2」高度プロフェッショナル制度というところから始まることになります、えー、第5回目はいつまでかというどこまでかというと第6章の終わりまで、えー、つまりまあ実質205ページまでかな。 205ページまでが第5回目、最終第6回目は207ページからラストということになります。はい。まあ、ちょっと私はごめんなさいあのあんまり運営のことをよく分かってなくて申し訳ないんですけど、ご自宅に教材と一緒にこういうあの何ページまで進むっていう進度みたいなのって家に配られます？ 配ら,配られないあ失礼しましまた、えー、配られるのかなと思ったら、えー、私が間違えておりました。えー、なので私、まあ、毎回授業の一番最初に第1回目何どこまでいくよっていう、ね、話をちゃんと一番最初にしますので、えー、それをお聞き逃さないようにお願いします。でこの,あの何ページから何ページまで何回目いきますよっていうのはこれ全国で統一しています、えー、ということ。 でこの合格講座に関しては、えー、事前の収録をお沢井講師が担当して、えー、いますけれどもお沢井講師の,おその、えー、全国収録担当に私ここ池袋での授業も合わせております。はいまあ、ここ池袋だけじゃなくて、えー、他のね校舎も基本合わ,合わせているとそうじゃないと乗り入れできないですからね。 このあと乗り入れしていくときに、えー、各校舎で、えー、進むその度合いが変わってきちゃったら、ね、やりづらいでしょということでそこを統一しております。はいえー、というのはまあちょっと申し上げておきたいしあとレックにはこういう乗り入れ制度があるんだということもぜひとも知っていただきたいです。はいえー、というね、まあ、あの初めてレックを当然使うという方そして社労使講座はそもそもね初めて学習するという方も多いでしょうから、えー、こういうちょっとなんだろう、えー イントロダクション的な話をね、最初にしたいと思います。はい。まあテキスト最初を開くとね、目次が書かれてますね。えー、初めて学習される方、えー、この後何をね、最初この第1回目はやるのか。第一章は総則からね、スタートします。第一章総則で第二章は労働契約。はい。そして一枚めくると第三章賃金。ここから具体的な労働条件の話になっていきますね。 えー、そして第四章が実はこのテキストの柱、まあこの後そういう話もします。第四章労働時間、休憩、休日ですね、えー、を第四章で取り扱い、そして第五章年次有給休,休暇、第六章年少者、第七章妊産婦等と話は進んでいきます。最後何章まであるのか、えー、さらにめくると、はい、八、九、十、十一、十二、十三章まで、えー、存在するとまあいうことになりますね。えー、まあこの目次 えーまあ、ある程度ねこう勉強が進んできたらあの結構ね、まあ、学習の仕方としては有名なんですけども「目次学習」というのがありまして要するにそのテキストあらかたその概要がイメージ頭の中に残ってるかどうかを試すときに目次をイメージできるかどうか。 らえるあ,あのテキストあの科目はあ第1章は何で第2章はこういう話が展開してで第3章がこうでとある程度言えるようになってくるとその科目全体像がつかめてるなみたいな話になってくる。 はい、えー。でもね、こういう話しちゃうと、まあじゃあまず目次を覚えようみたいになってしまうので、それはなんか若干ちょっと本末転倒かなという気もするので、別に暗記しなくていいです。はい。繰り返し学習を繰り返していくと目次がだんだん言えるようになってくると、えー、ね。だからまだ目次が言えないようならば、まだまだ学習がちょっと浅いんだというふうに思っていただき、繰り返しの回数をどんどん重ねていきましょう。はい。そんな感じです。さあ目次の後 えー大体ね、どの科目も目次の後これ書いてあります、はい、目次を終えてめくると、はい、見開き1ページ左側が社労士試験出題一覧表右側が労働基準法の学び方と、えー、書かれているこのページにたどり着きます。はいえー、で左側の出題一覧表については、えー、過去お5年間のね えーあまあ、ただといっても令和元年度の部分についてはちょっと間に合っておりません。はいえーまあ、えなんで間に合わないんだと思うかもしれませんが実はこの労働基準法のテキスト一番最後ちょっと見ていただきたいんですけど本当に一番最後あの裏表紙から1枚めくったところ、はい、こう書いてあるんです令和元年の7月22日発行ということで、まあ、要するに試験が始まる今年のの、ね、試験が行われる前 の時点で実はもう事前収録ってしてるわけなんです。はい。その関係上どうしても令和元年度の部分についてはちょっとこのね表の中に入れられていないということはまあたまに止めておいてください。はい。えー、そんな感じ。まあまあまあでも去年までの五年間まあだいたい近年どういうところが狙われているのかなというのをまあイメージするには十分かなというようなところです。 で私科目の最初では、まあ、大体こうこういう話をします、えーね、これ過去の,その出題の話がここに書かれているわけですよね。で特にこの合格講座の皆さんはです、ね、小学者の方も多いわけです、えー、初めて学習される方も多いので、えー、そもそも労働基準法という法律が試験でどれぐらいの,おそのシェアを占めるのか。 得点配分とかそういう話もこのページで毎年しているんです。はい。さあ、車両試験ってさ皆さんこの話は知ってるよね。選択式と択一式があるうというのは大丈夫ですよね。こう選択式はどういう試験で択一はどういう試験ってってここでは喋りませんよ。それはもうまだそのどういうものかわからないという方は必ず調べておいてください。 えーまあ、今日に至るまででガイダンスとか、ね、参加された方は私毎,毎回多分、えー、ガイダンス資格説明会では話をしていますけど、はいまあ、簡単に言えば選択式試験というのは空欄穴埋め試験ですよね、えー、で択一式というのは語子択一の試験です、はいえーまあ、簡単に言っちゃえばそういうことなんだけど、はいえー、でですね選択式って空欄5つで1問を構成していますあの原則的に。 なんだけど労働基準法は空欄5つ分じゃなくて3つ分出題されるとじゃあ残る2つは残る2つはこのあとやる2科目目労働安全衛生法でで空欄2つ分出されるんです、はい、だから労働基準法と2科目目労働安全衛生法というのは、まあ、ある意味常に社労試験においてはセットで考えるというものなんですね。はい えそんな感じじゃあ択一式五子択一の問題はということなんですけども基本は10問でワンセットです、はい、10問でワンセットなんだけどここを見ると分かるけど問1から問7までしか出題していませんよね、えー、つまり労働基準法からは7問出題されるということじゃあ残る3問は2科目目の労働安全衛生法ですということ 必ず試験でではセットなんですね、はいえー、だから労働基準法も、ね、十分分厚いテキストなんですけどもこの後の労働安全衛生法と一括りにして、えー、1科目みたいなイメージを持っておくといいと思います。はいということです。さて、えーまあ、ちなみに労働安全衛生法って何なんでしょうね。シャロシ試験では、まあ、かなりマニアックな法律の一つですけどただ、でも、ね、皆さんにも、ね、すごい関係する法律なんですよ。 あの皆さん毎年会社で健康診断を受けるでしょ、えー、あれ労働安全衛生法に根拠の規定があるんですね。はい、などなどお皆さんに無関係な法律ってないんです。はいえー、そういうふういふな感じで試験、まあの まあ他の試験と別に比較するつもりは全くないんですけどもシャルシ試験のねいいところ面白いところっていうのは、まあ、試験対策でももちろん、ね、そういうために勉強しているんですが、まあ、それを差し引いても結構すぐ使える重要な規定というか仕事の話生活暮らしの話に直結するものが多いんですよね。 とということで、まあ、もちろん試験対策のために勉強してるんですけれども,もうそれだけじゃなくてもう明日から今日から使えるう雑学を、ね、こう絵にきてるんだというふうな感じで学んでいくとより楽しいかなというふうに思います。はい、でもより楽しさを追求するがあまり試験対策しないのは本末転倒なのでそこは気をつけてくださいね。はい さて、えー、というまずお話でした。ですから午前の選択式はまあ三つ分、三点分出題され、午後の単一式は七問、七点分出題されるということです。はい。そうやっ考えるとな午前と午後で十点しか出ないのかとお、まあそうなんですよね。なんとなく社労士試験、社労士ってイコール労働基準法というイメージが強いかもしれないんですが、意外と社労士試験での得点配分って、えー、ベラボンに高いというわけでもないんです。 ということは頭に留めておきましょう。はい。さて、えー、お隣、労働基準法の学び方。はい、えー。ここで私がだいたい毎回お話をしているのは、まあ、そもそもこれ何が書かれているかって話なんですけどお、学び方の1番のところでは、その法律が何のために、えー、存在するのかということが書かれているんですね。1番で。はい。で二番のところでは、さっきまあ。 あのパラパラと見ていったけど第1章からこのテキスト最終第13章までねあるわけなんですけど大体その第何章はどういうことを取り扱ってるのかみたいな目次の説明がこの2番のところに書かれています。はい、で3番3番のところはそのテキスト学習上のアドバイスが書かれております。はい、ということ。 まあここを使って私は大体お話しするのが、えー、まあそうですねあのまあもちろん1番も使いますよ1番ももちろん使いますけども、まあ、特に2番ですかね特に2番のところでじゃこのテキストで一番重要視するべきなのは第何章なのかという話をつまりそのテキストの核になるところそれを強く意識して中に入るとやっぱりねメリハリをつけるべきだと思います。はい あの学習、ね、用意どんでスタートするとですねもうやっぱりね第1章の曹操が完璧なんだけど意外とそこであのもう疲れ果ててしまってみたいな、えーまあ、まあそれはちょっと言い過ぎかもしれませんがやっぱりそのテキストの一番核になるところ一番力の入れどころはどこなのかっていうのを初めから意識しておいた方が学習はしやすいと思います、はいえー、そういういいいな話話をををだいたい毎科目このページを使ってお話をします。 はいじゃあちょっと進めていきましょうか1番、えー、のところ労働基準法って皆さん多分これを知らないという方はいないはずですはい労働基準法って何が定められている法律でしょうかえ労働の基準でしょうとまあ、そうなんだけど基準って何でしょうか最低基準のことです はい、さあちょっと読んでいきましょう1番労働基準法は日本国憲法うんぬんって書いてあるけどそれはいい、はい、2行目、えー、同法は労働者が健康で、えー、文化的な生活を営むことができるようにするため誘うな後です、えー、その後はい、ちょっと色をつけていきましょう私の授業ですね、えーまあ、ある程度皆さんに指示させていただきます、まあ、それをうの、えー、鵜呑みにするかどうか皆さんに任せます鵜呑みというか何だろう 私はねマークしてくださいってよく言うんですけどマークっていうのはまあイメージですよ蛍光ペンでこんな感じで色をつけることただ最初からあまり色をつけたくないという方もいらっしゃるでしょうから別にあの蛍光ペンを必ず使わなくてもいいです例えば鉛筆でぐるぐるっとこう丸で囲むとかねそれでもいいと思いますそこはもう任せます私がマークしてくださいっていうところは最重要な時に使いますはい、えー、ということ。 私はこのマークしてくださいか、まあ、アンダーライン引っ張ってくださいとか、まあ一応そんな感じで強弱をつけています。はい、ここはもうマークする。一番重要だからね。えー、ちょっとまあ結構広いところ今マークしちゃったんだけど、えー、この中の特にこの労働条件について最低の基準と。 ごめんそこだけマークすればよかったな、はい、ちょっと今全体的にマークしちゃったんだけど、はいえー、労働条件について最低の基準を定めているそれが労働基準法ですなので労働基準法って何ぞやって言われたら一言で言うなら労働条件の最低基準を定めた法律ですと、はいえー、そういうふうに端的に答えるのが正解ですね。はいえー、ということ。ってことはですよ最低基準を定めているわけですから最低基準よりも労働者にとって有利な 労働条件なならば一向に構わないっていう話ですよね別に労働基準法の最低基準に必ずしなきゃいけないわけじゃないよね。ということお労働者にとって有利な、えー、最低基準を超えるレベルであれば OK それが労働基準法のスタンスですということこれじゃなきゃダメというものではないんです最低ラインを守ってねっていう法律それが労働基準法です。はいえー、ということをここをしっかり押さえておきましょう。はいえー、そのの次2番のところ このテキストで一番重要なのは何,何章なのか。さっきちらっと言っちゃったんだけど、第四章です。はい、第四章をマークしておきましょう。労働時間、休憩、休日。二段落目の二行目から三行目に書かれています。第四章、労働時間、休憩、休日。この第四章が労働基準法で一番重要。まあ一番重要というなんか目立つ何かマークかなんか入れといてください。はい。 星印でもいいですよはい、何でもいいです、えー、これが一番最重要ですさあ、この法律って何だっけもう一回労働条件の最低基準を定めた法律ですよね労働条件って労働時間休憩休日以外にもありますよね真っ先に賃金をイメージしませんかあれじゃあ賃金については規定してないのかあ、してますよ第3章です第3章賃金ってあるんだけど 賃金のの最低基準は実はは実この法律には書かれていないなんですんどういうことかとお。皆さん、最低賃金法という法律があるのをご存知な方、はい、全体の5分の1ぐらいの方の手が挙がりましたね、えーはい。じゃあちょっとで、ね、ここ指で挟む、これも結構私よく言うんですけど、指で挟んでちょっと違うページを、ね、見ていただこうと思います、一瞬だけ。えー、それは、ね、28条 第3章の終わりかな84ページ開けてみてください指挟んで84ページこう書いてあるんです四角の2労働基準法第28条たった1条こう書いてある賃金の最低基準に関してははいマーク最低賃金法の定めるところによるとつまり賃金の最低基準は労働基準法には書かれていないということですなんで書かれていないのかそれは 労働条件の中でも一番労働者にとって重要なものだからですだからさらに別の法律を使ってより強く守っているとそういうこと別に労働基準法に何も書いてないわけじゃない二十八条にこう書いてあるわけですよでさらに重要な労働条件ですよ賃金ってねだからこそ法律を独立させて、えー、それ専用の法律を作っていると それ専用の法律を作っている理由は、賃金が一番重要な労働条件だからです。それに他なりません。でも、社労士試験対策で考えると、労働基準法には、要は賃金の最低基準については規定されてないってことになるんですよ。ってことは、ですよ。第三章は第四章よりも重要度が下がるって話になるんですよ。だから、相対的に第四章が一番重要度が高いということ、わかります。 えー、最低賃金については別の法律で定められているので相対的に賃金の規定の重要度が下がるということです、まあ、ただね、えー、今もうこれ学び方のページに戻ってますけども第3章賃金この中でもですね、えー、実はその行の一番最後に書いてあるけど賃金支払いの5原則あたりは試験ででも、ね、よく出されてるんですだから第3章の中でも重要なところっていうのを、まあ、探せばもちろんあるということ。はい それはまたあ第3章に入ったときに、えー、そんな話をしていきましょう。でも、初めて学習、ね、する方は賃金支払いの5原則って言われたら何だろう、5つ気になりますよね、はいえー。どうしましょうか、言いましょうか。えー、賃金支払い5原則って、えー、じゃちょっと、まあ、今、言いかけちゃったんで見ましょうか、まあ、ち,ょっとちょっとずつ、ね、あのストレスはためずに学習した方がいいと思うので、はいえー、このページを、ね、開けてください。えー、67ページ はい、初めてね、あのー、学習される方、はレックのテキストにもちょっと慣れていただきたいので、章、えー、の最初のところにはね、こういう本章を学ぶ前にっていう,う箇所がねあるんですよ。まあ、授業でもところによってですね、ここを使って授業していきます。ここにほら、五行目あ三行目書いてありますよ。賃金支払い5原則。全然難しい話じゃないです。賃金は通貨で払わなければならない。 っていうのががつつ目2つ目が賃金は直接払わなければならないい直接払いの原則といいます、えー、賃金は全額払わなければならないつまり賃金から勝手にいろんなものをさっ引くなみたいな話、はいえー、でも引かれてるけどなと思いますね皆さん給料から引かれてるものの代表的なものなんでしょう保険料ですよねあと税金ですよね、はいえー、あれらは何なんだじゃあ全額払いの原則に反してるじゃないかと。 ほら皆さん原則には例外がつきものでしょということだから5原則と言いながら例外はあるんですよ全額払いの原則と言いながら例外あるんですよということ原則には例外があるそれもこの第3章で見ていきます、えー、さあ賃金支払い5原則の4つ目は毎月1回以上払わなければならないという原則はい、えー、最後は一定期日でもって払わなければならないという原則、ね、あまり機会はあの時間は空けるなよと。 あの例えば毎月1回上払いって言ってもある月は月初に払って次の月は月末に払うなんてそれ認められるわけないよねそれほとんど2ヶ月払うことになっちゃうでしょだから一定期日でもって、えー、一定の間隔で払わなければならないというのが5原則5つ目だということはい。別にそんな難しい話じゃないです賃金支払い5原則ね、えー、詳しくは第3章で見ていきましょうじゃ戻りますはい学び方のページです まていう第3章もちょっと気になるところではありますが、一番重要なのは第4章です。労働時間、休憩、休日、はい。えー、まあそれまた第4章のときにお話しますけどお、労働時間の話はみんな知ってます。もう今や学生だって知ってるね。だってブラック企業に入りたくないから。えー、労働関係の法律結構知識欲の高い学生年々増えてます。はい。さあ皆さん絶対知ってる話。 一日何時間を超えて働かせてはならないでしょう。これで答えられない方はいらっしゃらないと思う。はい、八時間ですよね。八時間休憩時間を除いて、八時間を超えて労働させてはならない。それがね、第四章の一番最初の条文です。三十二条という条文ですけどね。はい、っていう誰でも知ってる話から始まって。よりちょっと高度の高いものも含めて、結構いろんなことが規定されている。それが第四章。 学び方のところにも書いてあるけど変形労働時間制裁量労働制割増賃金とかですねいろんなことが規定されていてしかもそれはその後本試験における出題可能性が高い箇所だって言ってますねそこをマークしておきましょうか出題可能性が高い結構ボリュームもあるし出題の可能性も高いそれが第4章だということ。 よく試験でも問われるわけですから、はい、その後、詳細な理解が必要とされます。アンダーライン引っ張っておきましょう。ただね、こういう言い回しね、あの注意なんですよ。詳細な理解が必要だと、いきなり詳細な理解をしようとする。でも、大体それでね、いいことないんです。まずは全体をつかんでから、あ詳細をあの深掘りしていくというふうにしていきましょう。ね、そうじゃないと、もう一つのことにね、のめり込んでしまうんですよ。 一つのことにのめり込んでしまうと全体がよくわかんなくなっちゃうはい。で見失っちゃうんですよ今自分はどこにいるのかそれまずいですだからまずは全体を把握した上で、えー、じゃあここの部分をちょっと掘っていこうかなみたいなそういう学習をやっぱりする必要がありますはい。そんな感じです、えー、ということで一番重要なのは第4章 えー、ちなみにです、ね、もうこれはもう完全に私の独断と偏見ですけど、はいえー、2番目に重要なのはどこなのかなと過去の出題頻度を考えると第5章ですかね、はい、出題多いんですよ第5章年次有給休,休暇です、はいあのねえー、入社して6ヶ月経って10日間もらえるあれですあの年次有給休,休暇というのは法律で決まっているんですよおということ。 ね、うちの会社有給制度があってよかったじゃないですかあれ法律で決まってるんです。はい、どの会社にもななきゃいけないけです、えー、ということできたばかりの会社だからなくてもいいそんなルールはないよというね、えー、年次休暇に関してまあだけじゃないんだけど意外と知ってそうで解釈を間違ってる話ってている話結構あります、はいまあ、そういうのも特に労働基準法は結構多くあるかもね。えー、あそうだったのかと 間違って覚えてたわ間違って知ってたとっていうことって意外と多いような気がします。はい、さあということで2番目に多いところはこの出題が多いのは第5章かな、はい、あとですね第2章も結構重要ですよ。はい、第2章労働契約うでは、はい、3行目こう書いてあります解雇に関する法規制が本試験での品質事項を解雇この言葉をマークしておきましょう。さあ皆さあ皆ん解雇 って何ですか？正式に言えますか？例えば労働者がいや。今日ちょっとむしゃくしゃしたから、会社を解雇してやったぜって言いますか？言わないですよね、えー、解雇というのは使用者側、会社側から労働者に向けたベクトルの話ですよ。おということ、一方的な契約解除のことを解雇と言いますよね。っていう。まあ、解雇とはなんぞやって言葉の定義から、えー、解雇にまつわる規定をこの第2章で学習していきます。はい、えー、ということ。 まあ契約終了ののパターンの一つです解雇ってねでもまあ皆さんも想像の通り解雇というのは問題トラブルが多いわけですよだからそもそも労働基準法に規制が規定があるんだと使用者をけん制する規制があるんだということをしっかりイメージしておきましょうはいさあそんなところかな4章5章2章がまあ中心となるかなさああと3番のところ3番は労働基準法学習上のアドバイスが書かれておりますちょっと読んでみましょう 近年ではこの近年というのはここ20年ぐらいをイメージした方がいいかな、はい、近年では判例通達等の出題が多いこれちょっとアンダーライン引っ張っておいてくださいこのテキストは労働基準法をだけど法律の話だけ学習するわけではありません法律だけじゃなくて判例過去の裁判でどういう見解を示したのかという、まあ、そのものをこれ判例裁判例 ええと言います。はい。ただあの裁判所っていっぱいあるじゃないですか。簡易裁判所、地方裁判所、高等裁判所、家庭裁判所。そしてトップは何でしょう。最高裁です。最高裁判所。最高裁判所以外の、お、まあ、判例とか判判事というのは。覆されちゃう可能性があるんですよね。でも最高裁というのは覆されることはほぼありません。はい。えー、実務では覆されうる判例って覚えてもしょうがないんです。 だから試験,、まあ、試験でもそうだし実務でもやっぱり最高裁判例ってその中でも重要なんだよね。はい、だからここ判例って書いてありますけども過去出題されているのはほとんどすべて90%以上を最高裁判例です、えー、ということ、はいまあ、全部が全部じゃないんだけどね、えー、ということ、まあ、だから重要な最高裁判例に関してはテキストの中にもあらかじめ入れてありますということ、はい、だから学ぶのは法律の条文だけじゃないということ判例や 通達,この通達もマークしておきましょうか、ねまあ、読んでいくと分かるんですけど法律の条文とかって結構抽象的なんですよねあんまり具体的なこと書いてないあんまり具体的なこと書いちゃうとそれに縛られちゃうからですだから結構抽象的に広くふわっと書いてある、はい、そうすると読む側その人の立場によって都合よく解釈しちゃうんですよね はい、だからこの第何条、第何項というのはこういう意味なんですよと1つの行政が解釈を示していてそれを通達と呼んでおります、はい。言うまでもなく実務でもこの通達はよく使うので、はい、だから試験でも問われるということ、はい、こういう判例やら通達やらの出題が多いのも多いのは労働基準法の一つの特徴だということをイメージしておきましょう。はいえー、そんな感じです 結論を暗記するのではなく法の趣旨をつかんだうえでの理解が肝要だと書いてありますね特に判例についてはと。はい、さ大体いいどの科目もこのスタートのページから入ってまいります。ここの、ね、ページからら入ってていきますすさて、えー、さらにめくるとですね はい、えー、めくりますと序論ということで、えー、書かれておりますまあ、私は、うん、授業の中では基本ここは使わないかな、えー、というところではありますけどももう皆さんもね初めて、えー、その概念を学習するときにはまあ一回やっぱり見ておいてもいいのかなというところですはいあのー、結構ねその初めて、ね、学習される方からあの予習って必要ですかってよく聞かれるんですけどもおまあ、予習よりもやっぱり復習ですはいそれが大事、えー、ということ。 いやそうは言っても予習したいという方はその科目の最初なのであればこの序論をさらっと見ておくというのもありじゃないでしょうかその法律の成り立ちだとかが分かると思います、はいえー、ということです。あとお隣ね、えー、やっぱりまあ形ビジュアルから入りたいという方はですねこういうのをうまく使うといいと思う労働基準法の条文構成を図で示したもの、はいえー、ということですね。 まあこの賃金とか労働時間休憩、えー、休日このあたりが要は労働条件この労働条件の最低基準を定めたのがあ労働基準法ということですね。はい。でもこれもねなかなかちょっと見慣れるまでは <laughs> この図の見方がねちょっと難しかったりしますけどね。はい。さあそんな感じです。えー、では次めくってはい。まあちょっと最初なので、えー、このテキスト初めてね。 あの,レックのパーフェクトテキストを見るという方は多いと思います。初学者の方多いはずですから、はいえー、ということで、まあ、この後です、ね、こうテキストをめくっていくといろいろマークが出てきたりするんですね。えー、ということポイントだったり趣旨だったり、ね、参考だったりいろいろ出てきますあと選択注意なんていうマークも出てくるんですけども選択注意というのは選択式注意ということ。 車両試,試験は午前のねクーラーの雨選択式と午後の母子択一なんですけどもまあ、えー、なんていうんでしょうねしばしばその選択式が一つね鍵を握ったりするんです。えー、ということで、まあ、例えば過去択一ではよく狙われてるんだけどもまだ選択式で狙われてないっていうような時には、まあ、こういうふうに過去の出題、えーね、過去実際そこが択一で出されているのか選択で出されているのかっていうのがやっぱり、えー、分かった方が良くて。 でさらに選択式注意のところはこの注意のマークを入れておくことでより注意喚起に繋がるとまあ、いうことで選択注意のマークも随所に出てくるとそんな感じですはいあとその下7割圏外って書いてありますねまあ、これも入っていくとわかるんですけども7割圏外というふうに書かれている箇所が出てきますでそこについては まあ授業でもです、ねまあ、基本はそこを飛ばしたりすることが多いんですけども仮に触れたとしても優先順位はかなり下げて考えて結構だとそういうところ、はい、ちょっと読んでけど試験対策上7割の得点を確保するために必要と判断した講義内容を超える範囲つまりちょっとマニアックな箇所部分のことを7割圏外ということで示していると。はい だから優先順位をかなり下げて復習をしていただければ結構です、はい、もう授業で私も触れないような7割圏外のところはもう最初から復習の時に全く触れないでいいと思います、はい、そんな感じです、はいえー、あとその下重要度ランクの記載ということで、えーまあ、途中あのこの二段落目かなはい まあこれ実際中に入った時に説明してもいいところなんだけど、はいえー、一応あの重要度ランクというのがあって A から C までの3段階というのが原則論なんですがえさらに重要だとですね AAAA AA とだから結局5段階だねっていう話です。一番重要なのが AAA、えー、次が AA その次がシングル A、えー、そして BC と5段階でえ表現されております。はいまあ、これも役立てていきましょう やっぱり重要度が高い箇所を中心にまず見ていくとかね最初の方はもう C はもう最初から飛ばしちゃうとかそれでもありだと思います、はい、でさらにですねもう一個その下過去出題されたあそのことを示すマークというのがあってこれを過去問アイコンとか過去問マークとか呼んでます、はい、でそのマークを見ると過去何年に選択択一どっちの形式で出されたのかっていうのがもう一目瞭然。 なマークをつけていますのでこれもやっぱりうまく役立てていただきたいと思いますだから過去の出題で卓一のマークが多ければあおのずと選択式注意ということになるでしょうねというふうな感じで役立てていただきたいなというふうに思いますはい、じゃあ中身に入っていきましょう